マダムミチコです。人生の並木道でございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずちょっと私の宣伝をさせていただきます。僕が行っておりますたまり場、たまり場のフェスティバルがありまして、3月の、5日の日、これ僕引きこもりの子どもたちが集まってるんですけども、だいたい150人ぐらいいるんですけども、その中で芝居を教えてるんじゃなくて一緒に芝居をやってるんです。で子どもたちがもう15年、今年で10回目のフェスティバルなんですけども、子どもたちが台本を書き演出をし照明も全部子どもたちがやるんです。で残念ながらお金がないんで、協賛金として皆さんに、1500円で入場料を取っております。でもぜひ来ていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それともう一つです。これが大変なんですよ。すがなれるってやつですね。これはね、喜劇、喜劇なんです、うん、私が出てるから喜劇でしょ。なんか真ん中にいるじゃないですか、ね、真ん中にはいるんですよ今日ですね、ゲストで来ていただいたですね、愛さんが出ております。ね、はい、愛原愛さんですね、はい、素晴らしい女優さんで、歌も歌い踊りも踊り芝居もしで振り付けもやってるんですよ。うん、僕には振り付けがいかないんですよ踊れないからというわけでもうご紹介いたしましょう。はい、まだまだ喋っていたいんですけども、そうもいきませんそうもいきません。綺麗な人をどんどん紹介していただきたいと思います、はい、それでは今日のゲストでございます、愛原愛さんと、そしてお嬢さんでございますよ、はい、愛原エミリーさん、エミリーさんです。エミリーさんです。この華やかさどうでしょう。このお花もね、ぜひね、愛原のお母さんと、お母さんママとね、娘さんが出ていただくって、ラポールさんっていう素晴らしい会社のもうバレンタイン用のお花なんですよ。それを今日ね、うわっ綺麗でしょ、綺麗ですね、引き立てていただいて、そうそうそうなんですよ。その花に負けないこの華やかさ本当にね素晴らしいね、ゲストに来ていただいたんですが、ね、はい、まずご関係はまず愛原愛さんの方からご自分で、片岡との、はい、もうちょうど2年前ですかね、うん、五郎さんと一緒の舞台をやらせていただきまして、うん、でその時はちょっとオムニバスのお芝居だったのでね、はい、一緒に共演っていうことができなかったんですけれども、はい、今回はこのすがなれるで待望の共演をさせていただくことになりまして、待望でございますね、こんな美女から言われて本当にそれでもね、今日もお招きいただいて本当に光栄です。ありがとうございます。そしてお嬢さんは、はい、私は五郎さんがその見えない人たちって舞台で、うん、私は照明をやってました。あ、そう、はい、照明をこう一生懸命やってました、上げてました、はい、その時は。でもほらこの間見に行ったお芝居、あれオーマイゴッド、すごい踊りを踊っていただいたじゃないですかいや私はね、一応その主人が出てるのは見に行っているんですけど、うん、その時にね、まあ、私もね、いろんなお芝居を見るチャンスは多いんですけれど、もう素晴らしいなと思って、お忙しい中は塗っていただいて、本当にお越しいただいて、いちゃって、いつも感謝して、ね、踊りしか褒めないそうですね、もうちょっと頑張ってできませんいや、それと同じ、まあ、ダンスをね、中心に踊られ、まあ、ダンスを踊るのは当たり前なんですけど、ダンスの種類がね、ちょっとこう違って、そうですね、世代差がはっきり、そうですね、確かに、いわゆる今のもう流行りの、愛原さん、ちょっとバーレスクっぽいところ、そうですね、割とステージダンスのが割とメインでやってるんですけどね。もともとはどういうその、まあ、ご経歴って言ったら、まあ、プロフィールにあるんですけれども、ちょっとご自分で、そうですね、もともと
まあ、3歳からクラシックバレエ始めまして、クラシックね、そう、はい、はい、まあ、それずっとあの、まあ、本当にバレエとそっから同時にピアノ、歌、うん、あのタップもいろいろこう3歳から始めまして。それは何、親御さんの意向、母の影響なんですけども、うん、あの母がちょっとあの、まあ、いろいろちょっとかじってまして、まあ、プロじゃないんですけども、うん、まあ、タップをちょっとかじってたので、はいはい、台所でね、タップってこうやってやるんだよってあの、うん、本当にあの記憶にはないぐらい、やっぱ1歳か2歳ぐらいの時にこうなんか教えてもらって、そっからなんかこう興味を持ち始めて、うん、でもそういうことやると大体宝塚って、あ、そうですね、母はちょっと入れたかったみたいですね、うん、よく宝塚言いませんでした ね。たまたまちょっとあの、小学校の年生ぐらいの時にちょっとこうコンテストがあったんですね、ちょっと、はいはい、そこであの、まあ、なんだろう、かわいこちゃんコンテストみたいなのがあったんですけど、うん、そこでちょっと、まあ、グランプリいただいて、うん、そこからちょっといろいろあのいろんな方が見てくださって、うん、なんかちょっとこういうミュージカルとかやりませんかってこうちょっと声をかけていただいて、はい、そこからがちょっとスタートだったんですけど、だからこう舞台が割とこうすごく好きで、うん、はい、ね、始めたんですよね。じゃあお母さんを見て育って、うん、そうですねその母を見て育ってますね。うん、お母さんもそうしたかった、娘さんやっぱりご自分のように。そうですね、でも全然もうそういう意識あんまりなかったんですけど、うん、あの自然にあのずっともうね、生まれるそれこそあの私のお腹に宿ったぐらいの2ヶ月ぐらいの時に、うん、私もちょうどまで舞台立てたんですね、うん、それがちょうどあのウエストサイドストーリーの、うん、ジョージ・チャキリスさん のコンサートだったんですよ。それにちょっと抜擢されてあの出てたんで、その時にここにいたんですけど、まだあまり目立たなかったので結構バンバン踊ってたんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。だからもうその頃からもうお腹の中で振動があったじゃないですかね。なんだ、スタジオもね、ダンススタジオの後もずっともう抱っこしながら連れてったりして置いてって、自然にやっぱり多分もうハイハイしながらだんだんもう多分スタジオで遊ぶようになって、もうずっとそういう何でしょうかね、そういう中で、そういう中でっておっしゃるけど、海外にも行ってらっしゃるんでしょ。海外は、まあ、2年間ちょっとまあ留学みたいにさせていただいて。あ、その時は独身ですね。あ、そうです、はい。で、あの、海外でも一番勉強したのはいわゆるのジャズダンス、はい、ダンスと一応声楽とダンスをちょっと、うん、はい、勉強しまして。あ、アメリカのどこですか。あ、ロサンゼルスです。あ、ロスね、はい、あ、グレンベルというところでちょっとあの、うーん、ロスはやっぱりダンスはすごいですよね。そうですね、ちょっとニューヨークとまた違いますよね、ダンスですけどね。だからあのジャニーズの人たちなんかは大体ロスへ来て、はい、あのやるっていう、そうですね、ね、私はあのたまたまあのロスに息子たちが住んでいて、うん、そうそうそう、でお母さんね、の娘、あの嫁さんがラップが好きなんですよ。それで一緒に行こうって言ってダンススタジオに行ったら、黒人の人がね、あのなんていうんだっけ、このほら DJ っていうのをやっててね、あ、そのなんか普通の音楽かけるんじゃなくてやってるわけですよ。でみんなパッパッパッって踊ってキャッって言ったら、まあ、嫁さんはすごいそのやってるわけじゃないですか。そしたら、あの、ま、あの、マザー、プリーズ、プリーズママンとかさ、あの、この人がいて、いや、もう、いやいや、いやいや、もうこんなことやってひっくり返っちゃった。今より全然若かったんですけど、そのダンスのね、指導仕方がもう日本とは、ね、もうそんなもう下手とかそういうの関係ないから、うん、プリズプリズママプリズ、そうそう、もうね、私も行きたいんだけど、あまりにもすごいステップでこんなできるわけない、もうワンテンプ3テンプぐらい遅れちゃいそうでさ、向こうがチャッチャッチャッってやってる、もういやいや、どうしてそういうふうに遠慮するんだとか、楽しんじゃったもん勝ちみたいな感じですよね、向こうは。だからやっぱりその、うん、なんていうの、海外がいいとは思わないけ、はい、全てじゃないとは思うけど、ああいうなんかそのダンススピリッツとかね、音楽のスピリッツってやっぱり海外はすごいね。そうですね、かなりの刺激を受けますよね。で、まあ、今こういう大きいお子さんがいるわけだから、はい、体力がすごいですね。そうですかね、まあ、もうそれだけですねもうそれだけが自慢ですよ、体力だけが。だから、あのそういうふうな形で私はね、申し訳ないけどお芝居よりもあんまりネクラっぽいお芝居は特に嫌で、本当に嫌でね、もう本当に昔はね、そのこの方がいたような進撃のお芝居とかそういうのもね、うん、なんてどん底とかなんかちょっとわっなんて思ったけど、もう最後もう自分がどん底にいるようなもんなんだな、もう嫌だみたいなんで、やっぱり明るいもの、そうですね、それでこうダンス、特にね、それをなんか体現してるからすごいなと思って。そうですか、いやいや
まあ、やっぱり楽しんでる方が大きいですかね。よく忘れませんね、あんだけのナンバーを。どうなんですかね、もうやっぱり体に入っちゃうんですよね、稽古しちゃうからね。でもあなたから見てお母さんってどうなる？いや、すごいストイックな母だなと思います。本当にいつも電話がつながらないんですけど、どこ行ってたのって言うとジムに行ってたって大体言うんですよ。もう本当に6時間ぐらい全然電話がいつもつながらなくて、何してんだろう、7時間ぐらいジムに行ってるの。もう毎日電話つながらないんですよ。夜中にならないと電話出てくんないぐらい電話つながらない母なんですけど、いつもジムに行ってたっていうか、なんか稽古してたとか、ね、稽古してたとか、岩盤浴ずっと入ってたとか、もうそういう感じでいつも。そういう体の手入れをしてないとあんだけ踊ったりね、歌ったりできないでしょ。でもやっぱり一応気をつけてますね、やはりね。怪我しないようにとかね。ご一緒には住んでないの？今一緒に住んでないの？そうなんです。頑張ってちょっとあの友達とシェアして、そのがいいねってやってます。二十歳過ぎたら、二十歳過ぎたら一人で頑張れっていう。もうなんか親子でね、ちょっと同じ道を目指してて一緒になんて言ってたら、もう意見はね、つまずでしょ。そうなんです。あの、一緒にいない方が楽しいです。そうそうそう。喧嘩することはない？ありますね。もう対等ですから。いや、それは舞台の演出とか。あ、もう振り付けのことではあまり喧嘩しない。そうですね。あんまりそういうのでは喧嘩しないんですけど、すごく、まあ、それぞれのね、こう立場でいろいろちゃんとその辺はちょっとわきまえてるみたいで、いろいろあるんですけど、まあ本当プライベートな、本当にあの例えば洋服の趣味だとか、うん、例えば買い物行くと、こっちがいいんじゃないって言ったら、何やらとか、例えばそういう感じになる。洋服の趣味ですけど、これあのこれなんて言っちゃいけない。ほぼこれで街歩かないですよね。いや、歩くんです。ちょっとあの撮れますかね。のちょっと見せてあげてほしいんですが、片言で黙ってどうやって撮影するんですか。どうでしょう。こうやって撮影するか。どうなんですか。撮れますか。ちょっと後ろも見せてください。いや本当はね、この足がねシースルーでスケスケでね、すごいんですよね。シースルー。はいはい。どうもありがとうございます。でお嬢さんは黒なんですよ。そうだってください。ね、全然。反対のような気もします。いや本当にそう思うんです。私も本当にそう思うんですよ。いやもう結構何回も言ってるんですけど、なかなかやめ、まあちょっとプライド高いので、意識高い、意識高いので。何を言うの？いや、あのちょっとピンクはやめてほしいです。それはね、あなたが着たいから。いや、あのちょっともう恥ずかしい、もうちょっと落ち着いてとか、ちょっと落ち着いた服着てほしいな。いやいや、だってピンク好きなんだもん。いやもう、いやいや、もちろん私も好き、大好きですし、もう私は肯定しちゃうけど、なかなかこうシースルーでね、このまま街歩くっていうのは、いや結構きついものあります。恥ずかしいなってちょっと歩いてるんだけど、ちょっと離れて歩いてます。なるべくてか、あの歩くのも早いので、結構離れてっちゃう。離れてっちゃう。うちが離れてるんじゃなくて離れてっちゃう。すごいね。先にどんどん行ってしまう。やっぱりジムに6時間行ってるっていうね。そうなんですよ、早いんです。そういうことだわね。ゆっくり歩けない、せかせかしてるタイプです。いや、まあ私もね、仕事上の現役主義っていうのがあるけれども、うんうん、はい、ちょっと待って、話の前にこんな風にね、見てください。ちょっと持ってください。一人じゃ持ってないから、はい、片岡さんも持ってあげてください。ね、はい、これとこれは同じ、うん、それと同じね。はいはい、これでこれが何、これは以前NHK の教育テレビでちょっとレギュラーをやってまして、大井はにまるという番組なんですけども、これで6年間すみれ歌のお姉さんということでやらせていただいてまして、それはいくつ頃、ちょうど平成に変わるちょっと前から、6年間やってました。お姉さんじゃなかったんですね。いや、その頃はお姉さんだったんです。あ、そうなんです。その頃はお姉さんだった。ちょっと二十歳、その頃ね、それはちょうどお姉さんだったんですけどね、その頃は。で、今ちょうど30周年記念ということで、そうなんです。それで素晴らしい DVD ボックスを今売中なるほど。これはどこで買えば、今アマゾンでも、アマゾンでもね、アマゾンでもこちら、はい、私がね、お世辞じゃなくてね、やっぱ元気が出ます。相原さんの、まあ、お年はよくわかんないけど40代よね。いや、まあ、ちょっとアラフィフってことで。その方がですね、もう足はギャッと上までね、だいたいダンサーの人でも30代ぐらいまではピーッとこう開くし、
上がるけど、例えば40代になると、こう手先とか足先はすごい上手いんだけど、どうも全体のその体力的にはなってる気がする、ね、だからそれが自分としては悔しいので、そうならないようにやっぱり今までの何倍もやっぱりあれですね、ちょっと隠れてやってますけど、いろいろ。いやでもすごいよね、それもなんていうの、もうヒール履いたまんまで、だって草刈民雄さんがね、40歳かね、なんかになった時に、あれだけのすごいね、やっぱりバレエのね、世界ですごい方でもやめるって言って、そしてまあ女優さんになったら割と老け役になってっていうね、ぐらいに体が証明していくっていうかね。でもそれはでもやっぱりね、ただやっぱり年相応にそれなりのこう、まあ、味というかね、そういうのをうまくね、やっぱり自分の中にからか、まあ、出していけるような、もうものを作っていきたいなとはちょっと思ってますけどね。僕だったらチャルイダンス出てたんですよ。ブルースのジョーっていうブルースを踊る。女の腰がしびれるっていう、というとね、片岡さんが映ってやるのが本当、それでそのためにダンス練習、レッスンに行ったんですよ、社交ダンスを。で、私も一緒に付き合って、私は高校生の時ちょっと社交ダンスやってたんだけど、まあこの下手くそな人がさ、うわぁ、半年稽古、半年稽古したよ。みんな、もうほら、お笑いのほら、なんだっけ、あの方、今よく出てる、ほら、ピッてやって、あの人の人がすごい上手かったでしょ、はい、すごかったです。もうみんなそれぞれにダンス習いに行って、そうだって、私大好きです、ね、シャルイダンスの映画、ね、何回も見て、もう一回見た、ブルースのジョーって役よ、そうちょっともう一回見た、あの草刈さんの旦那様じゃない、出世法、はい、で、その前にモックンの映画でお相撲さんの、何で四股踏んじゃったって、はいはい、あれの審査、なんていうの、行事役だった。あ、そうなんですか。で、その行事役をやっただけじゃなくて、その要するに あれにはそういう友情出演がいっぱいいたわけ。そうなんですね。チャルイダンスには、あ、ここに清水美沙さんがいる、美沙子さんがいるとか、あ、ここにモックンもパッといるとか、みんなそういう風にして、あれにはチュッ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 と出た。その中の一人だったんです。じゃあちょっと改めて次にちょっとやったらいいでよ、ぜひチェックしますね。だからあれはすごく面白い映画だったし、だから片岡の練習なんか一緒に行くじゃない、もうすぐくたばってね、あ、椅子座っちゃうんですよ、もう一回やりましょうよって、私は4つも上なんですよ、年下男なんて言ってるけれど、だからね、そういう意味ではもうダンスが私はものすごく好きで、ね、まあ、本当は私もちょっと宝塚に行きたかったっていうのがあって、美智子さんはの宝塚は、いやいやいや、それ で、 ですよ、ね、小学校の時ダンスをやって、バレエ習ってたんですよ、ところがね、限界をね、小学校でも感じちゃった、できる人とできない人がいるんだなと思ったの、というのはね、中国人の子がいたのね、でバレッスンするんじゃなくて、素晴らしい方がいるのね、こうね、あげるじゃない、ここら辺でもうね、関節が違うんだなと思ったの、中国人の方だとまたね、ちょっとすごいですよね、ちょっとだからもうこんなところで頑張ってダメだダメだと思ってもう挫折しちゃったんだけれども、でもやっぱりロサンゼルス行った時もダンサーの方も体も大きさも違いますし、可動域なんかも全然違うし、表現力が違うんですけど、なんかそれに近づこうと思ってるうちに、だんだんその例えばこう一歩がすごく大きいんですけど、よし、じゃあ負けまいと思って、その一歩大きく、自分の中で大きくしていくと、だんだんそれがこう身についてくると、追いついていくようになるんですよね。やっぱりそういう才能っていうか、幼い時からやってるだけじゃなくて、やっぱり才能があるんだと思うんですよ。負けず嫌いだと思う。でね、私はね、なんで応援するか、なんで応援するかっていうと、ぜひぜひね、これからもっともっと活動してほしいなと思ったのは、やっぱりこう、綺麗でいたいとか、生涯現役でいたいっていうのはね、もう顔の肌が綺麗だとかそういうこともなく、やっぱ体だと思うね、私、体のキレがいいとかね、体のラインが綺麗だと若く見えると思うんですよ、ですか、ね、だからダンスなんかもすごく年に関係なく、ボケ防止にもなるんですよ、
いきなり飛んじゃうけど、でもそうですよね、ダンス療法っていうのもあるし、ダンスをやりましょうっていうのもあるし、もちろんあの音楽療法っていうのも声を出して、でそれは何かっていうと、綺麗にするじゃない、でそれをやると見てくれるじゃない、でみんなが拍手してくれるじゃない、これがやっぱり見られてるっていうことがね、今日もほらお二人綺麗にしたくてから男性はほらニヤニヤして見てるでしょ。いやだけどあの私はねすごいあのお母さんにシンパシーを感じたのは、私も若い時からちょっと海外によくいることがあったんだけど、その時日本人の女だと着物を着ろ、ね、で着物が似合うのが当たり前でっていうのはそれがすごく嫌だった。私だってイブニング着こなせるわよってみんな私より全然背が高いわけじゃない、でもちょっとまあモデルみたいにして、まあ、ヘアショーなんだけど必ずものすごい高い靴履いて、でイブニングを着てっていうようなあれだったから、お母さんが勉強なさってもそのこう日本的なねものももちろん踊れるでしょうけど、ジャズダンスを中心にやったっていうのがねすごいいいなと思って、やっぱりまあ自分が好きだったってこともあるんですけど、でもやっぱり美って本当にあのすごく意識するだけで多分全然意識改革で変わりますよね。そうだと思います。美智子さん の, あの生涯現役の美と美しく生きるっていうこのモットーは本当にもうすごくぐさっときまして、本当にこういうことをね常に念頭に置いてやっぱ生活しなきゃいけないなってすごくかなり痩せ我慢ね。いやでもこれはすごいね、思ってなかなかそれ実行するっていうのはなかなか大変だし、だから私が4時から起きてご飯を作って、ま、だそれはやっぱり五郎さんのおかげですね。五郎さんのおかげで、いやいやいや、たまたまテレビでねそういう風に言われちゃうイメージが作られちゃうんだけど、まあそういうイメージはそれでねいいんだけど、でも素敵です。そうですかね、はい、理想の、いや私すごい働きなんですよ、ご飯も作ればお洗濯もすれば、ね、こっちが寝ててもやってるんだけど、はい、世間では美智子さんは何にもしないよねっていう方が、でもその生活感がないっていうのも結構いい、そうですね、そうですね、必要なとこもありますよね。そうなのよ、あなたお母さんの生活感が出ちゃ絶対ダメなのよ。これだけピンクをねちょっと大丈夫かなって思う人いると思うけど、でも一応やることをやってますけどね。そうそうそう、でもそれをねそういう視線に耐えられるこうボディじゃないね、そういうのをやっぱりあの守ってほしい。あの知的でいるってことはどういうことかっていうと、何もね難しいことだけを知ってるんじゃなくて、いろんな意味でなその外に表現できる、表現できるってことがねすごい大事だと思うんだよね。だからねお母さんに地味な学校した方がいいわよね絶対。でもさ、いただいたやつにジョージ・チャクリスのパートナーもやったの、すごいですね。あの、はい、オーディションというかそんなことありまして、どうでしたジョージ・チャクリスって、すごくあの彼もとってもストイックな方なんですよ、でしょうね、すごい一人でも汗だくになってずっと稽古してました。あれ見てるでしょ、もちろんあのジョージ・チャクリスの DVD ですね、そうですね、お腹の中にいたから、うん、その時は私の時その時マンハッタンの遊び行った時チャラいついやりたくなるくらい、もう本当に体に染み込んでくる、やっぱり何回も見ましたよね。これはもう日本でもね全世界で、なんか今でもね今でも本当に不滅ですよ ね、 ですよね。一緒にあの、アメリカとかマンボウを踊らせていただいて、素晴らしいですね。光栄でした。それってそこに行くまでには何かそういうなんていうんですか、はい、テストじゃなくて何でしたっけ？一応そのまあオーディション、オーディション、そうなんです、うん、オーディションで、はい、それはいっぱいいたでしょ、外国の女の人が、はい、でも多分日本人の方 で日本でも公演をするっていうことで多分日本人でっていうことだったと思うんですけども、直接にちょっとお声かけて。僕もですね、自慢するわけじゃないですけど、聞きたいです、ウエストサイドをやったんですよ。あ、ミュージカルですか？トニーの役をね、はいはい、それであの芸術祭参加作品でやったんですよ。そうなんですか？そうなんですよ、そしてもう大きく批評が乗りましてですね、芸術祭を舐めてるんじゃないかな。本当ですか？本当です。私立の自由へ
たっていうの、えーうん、でなんか若い子の写真を ね見せてもらったんだけれど、それで、ね、芸術祭参加、まあ、参加はできるのかなっていう感じ、そうで、この方ね、日本舞踊のね、なんだっけ、名取ですよ、名取なんですよ、だから踊ってみてっていう、ていうかさっき言った手足、手先、うんうん、足先だけ、いやその中間それじゃ踊りになんないじゃないってね、いつもね、笑っちゃうんだけど、もうちょっと拝見したいですねすごいその、じゃあ今度のこの菅なれるでちょっとなんかそんなちょっと楽しみにしてこれはあの、Amazon で売ってますし、はい、こういったあの相原さんのいろんなね、はい、これはね30周年経ってっていうのがね、すごいですよね、やっぱり NHK の力っていうか ね211話入ってるんですけど、はにわってことですね、そうなんです、もともとはにわなんです ね、はい、でそういう他にこういった DVD も売って、なんか今度講演会を作られるんですか、あ今ちょうどあの一応ファンクラブという形でやらせていただいてるんですけど、はい、一応あの、まあTwitter とか Facebook なんかいろいろ載せておりますので、うんうん、もしそうそうそう一言そうあの僕ファンクラブ入ってます。お声いただいたら嬉しいなと思います。これはあれなんですけど、ちょっとこの間ちょうど去年なんですけれども、この一緒にデュエットやしていただいてるあの彼はイルカさんの息子さんで、カメトーマくんなんですけど、まあ、今度また一緒にちょっと公演の同じ作品じゃないんですけども、うん、朗読に結構面白いの一緒にやらせていただいて、はい、そうなんですか。デュエットさせていただいて、ねえ、はい、イルカさん。なんでイルカさんと会ってこう、そうそうそう、イルカさんとお会いしてちょっと、本当ですか、まあね、いろんな方にお会いはするんですけど、はい、一瞬世界が違いますからね、世界が違う、でも、若いはね、もう去年なんですよ、まあ、これはいろいろね、お写真ですから、いろんなね、手を加えていただいてると思いますけれどもいやいやいや、だからこんな大きな息子さんがいるんだ、そうなんですよね、これはね、まあ、これはちょっと3年ぐらい前になって、今年になって、ちょっと、今回ね、この番組、はい、ご覧になっていただいた方、ちょっと声かけていただいたら、CD プレゼントしようと思ってまして、ちょっと今日お持ちしました。両方、両方、はい、ちょっと違います。お声をかけていただいたと、はい、4名の方に、はい、どういうふうにしたら差し上げられるんですか、ね、もし私の Facebook やっていただいても構いませんし、はい、そちらの方にお声をかけて見ましたという形でね、はい、で、はい、私ももう今日の番組をどん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 拡散してまいりますので、はい、ね、お嬢さん、お嬢さんも Facebook を、あ、Twitter と Instagram からやってますので、ぜひ、宣伝いたしましょう。それで、これは、はい、スガオレルっていう、まあ、なれ、あ、なれ、元ですね、鬼見えますね、これちょっと。本当だ。これってなんかほら、こうなんていうか出会いがいろいろずれていくっていう、そうそう、なんかセビリアの理髪師みたいな、そうですね、勘違いが、勘違いがあって、はい、それに対してみんなが七点バットするのを面白おかしく描いたもの、これをやっぱりあれですか、うん、歌と踊りが、はい、ありますか、一応ラジオドラマ風朗読劇なんですけれども、うんうん、はい、一応ミュージカル仕立てになってまして、歌とダンスも、うん、ございます。お嬢さんはどう今回は出てないの、今回は、ね、です今回ちょっと振り付けの方をちょっと一緒に手伝ってもらいまして、あ、なるほど、ちょっとこれの再演で、うん、去年もちょうどこの菅なれでやったんですけど、うんうん、この時にこの、まあ若い女の子の役を、うん、セリーセリーって女の子の、うんうん、はいはいはい、去年やりまして、ね、ちょっと今回すれ違いとかやりましたんですけども、うん、でこの中に出ている市谷信枝さんね、はい、まあ、これも私も随分古い古い昔からの友達なんですけど、頑張りますね、おばさまも。のんこさん、素敵な。市谷さん、一番元気です。元気っていうか、まあ私そんなにうるさいっていう。パワフルです。いや、本当すごい元気ですね。本当パワフルです。だから、私が見に行くと、舞台から、ちょっと、ね、合図したりね、なんかしてくれるんだけれど、でも本当にね、美智子さん、正直なこと言うと、すごいこう舞台に出てるっていうのは緊張感と同時に、楽しいのと、ボケ防止になるわよねって、よく言ってる。セリフを覚えなきゃいけないし。じゃあこちらは、ね、美智子さん、それ見せて。はい。ああ、そうだそうだ。映画にもね、2年前かな、
もうちょっと前高校生の時にねちょっと映画出させていただいて、うんうん、その映画が今なんかずっとの全国をなんかあの、単館なんですけど回ってるみたいなんです、ね、なんていうのジンジンっていう映画です、ジンジン、はい、どういうストーリー、絵本を通したようなお話なんですけど、すごいあの大地康夫さんが主役で、中田喜子さんとか、あそう、佐藤美作さんとか、ね、これ、あの、うん、そうね、釣ってもらって、うん、テレビに入れてもらえる、そうね、これもね、あの載せてもらいました、うん、もうとにかくね、あのご出演お願いいたしましたら私のところに山のように何とかうまくねお伝えして、でもねそれはあの自分を表現するっていうことなんだですけれども、やっぱりそういう積極性もすごく大事だし、私はどちらかっていうとこういう番組に出ていただくのはそうした積極性をねお持ちの女性たち、男性が最近弱くてね装飾系男子が多いですね、装飾系多いですね、もうなんかこうなんていうか国的な影響みたいでね、あのなんか身近がどうのっていうんじゃなくて、もう国民的に音が弱くなっちゃったりみたいなんですよ、ってくだらないことやるし、ね、どなたかに向かってますくだらないことで女を裏切るから余計女たちはねあれしちゃうっていうことなんですよ。だからまああの私は別にねそういう意味で女性だけを応援してるわけじゃないんだけど、やっぱりこうやってね親子でもね活動をなさってるっていうのは素晴らしいと思うし、それから親子の難しさもあるとは思うけれども、うん、私なんかもね、まあ、子供たちもみんなちょっとメディアに出ているわけじゃないですか、うん、もうほとんどそういう連携はないですね、うん、それぞれの方がいいわけですよね、なんかやっぱりお互いにそのなんかあのゲイに対してのことはあまりこうとにかく言わないんです、ね、だからちっちゃい時はね結構あのこうしなさいとかって言ってましたけど、やっぱりもう一人のね、うん、としてやはりもう自分に任せてそれぞれですね、やっぱり仕事に関しては、うん、でお母さんをすごく若くして産んだわけでしょいやそうですね、うん、あなたはどうですか結婚とか子供とかいやしたいです、だから私あの結婚してんの、いやしてないですしたいですしたいです子供4人ぐらい産みたいです、本当いっぱい欲しいです子供、うん、今おいくつ22です、私がねあのこの番組にもやっぱり出たりして25、6で知り合ったんだけど、うん、私28で3人子供いたんですよ、それで32の時のヒロシなんですよ、そういうふうに言ったらねその子ねマダムに負けずにね私もね20代に3人産みますって言うのよ、でそんな今大変な人で私も飛びちゃってやめなさいって産んだんですよ、え3人もですか、いやいや産んだんです1人ね、そしたらねまたできました、まだちょっとお話がっていうから何ってまだ言ってないんですけど、私2人目の、年子じゃないのって旦那が年取ってますからって、彼女は20代だけど旦那が40代だから早くって言うね、でこの間28かなんかで2人目産んだ、でこの間だったらもう急いで3人目産む、もうあなたやめすごいすごい素晴らしい、私の時代だってえらい苦労しちゃったね4人っていうのはね、誰に預けるかとかそういうことですよ、そうですよ、ね、もう仕事してたらね、そうそうそう、産めないんじゃなくて産んだとしてもっていうのあるじゃない、でも素晴らしいね4人も産みたいって20代の20代のうちにちょっと頑張り、頑張ります、もう今から私すぐ報告しますそうです、すぐに報告します、もうちょっとしたら知らせますしかもモデルさんだから、でもほとんど最後まであんまりは目立たなくて、で産んだらまたあのすぐすらと戻ってちょっと元気でやる、ギリギリまでやってて、結構あのマタニティ の体操とか、うん、あのスイミングとか結構行ってまして、はい、終わってやっぱりすぐあのそういう今度は赤ちゃんを抱っこして体操とか、うん、ちょっと教室開いて、うん、そういう仲間と一緒にやったりとか、ね、結構やっぱりすぐやってました ねだからそういうのをビジネスにするっていうけど、うん、いいじゃないのっていう、ね、あの共有するっていうのが大事なことだと思いますよね、そうそうそう、それともう一つ聞きたかったのはですね、はい、マジックえマジック本当にそういやもう小学校の時なんですけども父親があの趣味であのずっとやってました、アマチュアでやっぱりあのチャンピオン取ったんですね、へそれであのもう父に私本
本当にもう幼稚園の頃から見せられてで教えられて、うん、で私あの 3姉妹なんですね兄弟で、あの3人でいつもあのマジック大会とかいろんなところに行ったあの出てまして、今ちょっと用意がなくて、今度それでやってくださいよね私マジック大好き、そうなんですか、そうなんですか、だからほらあのラスベガスであの誰だっけな、はい、有名な人なんだっけ、有名な人忘れちゃった、もう何人か見てるんですけど、あもう一番ね、やっぱりすごいと思ったのやっぱトランプ ね、 あそうですね、ロスのほら、はい、なんとかというお城の、ま、なんとかっていうところで行って、もう最後の最後もうだんだん減らしていくのね観客を、こうたくさんこういたのが、ほいでもうテーブルに同じテーブルについて、もう隣ぐらいに行ってももうどうやってんのか、向こうは本当にまちまちでやってますよね、マジックもね、そうそう、だからタイガーを消すとかね、人を消すとか、はい、そういうのもあるけど、この手先の凄さ、すごいです、それを見るのが大好きで、ね、時々バーなんか行ったらその、そのバーテンの人がこうなんてやったりするけど、本当できるんだ、今ちょっとね驚いてますけど、父は本当にコインもガーってやったりこのゴルフボールを増やしたり減らしたり、そういうのとか、あのこういうリングをね、あの繋いだり離したり、なんかいろんなことは父は、でも私はそれで騙されちゃった、まあ、だけどだけどやっぱりねあれよね、確かにね種や証しをすればって言うけど、やっぱり手先がね、もう稽古はもう手先がバレちゃうようじゃしょうがないもん ね、 ね、だからやっぱりじゃこの人口先ね下先も大事です、それはとっても大事ですね、大切だと大事です、もう本当に大事、いやもうねお時間があのね、そろそろ来ちゃいますけれども、今度の舞台は、もう一回申し上げますが、ネットでもお知らせいたしますけれども、なんだっけ、すがなれる、すがなれる、あそうか、私これ、はい、話してよじゃあ原作がモリエールというあのキリスト作家の、ね、そうですね、フランスのね、はいはい、あのこのなんていうかあのに、お嬢ちゃんは振り付け、はい、こちらは主役の女優さんとしてで、まあ、片岡は、まあ、写真は大きいんですけれどもあまりセリフのない役いやいや、あの私演じるあのコロンビナという役 の、 あの親戚のね、あのお医者さんなんです、あそうですね、ドットーレさん、なるほど、はい、なるほど、待望の共演なので、あぜひぜひ皆さんいらしてください、やる劇場は築地の、はい、あの本願寺のね本願寺の中にあるので、はい、もうちゃんと入り口で拝んでからそちらもね、のね流派じゃない宗派が同じなんで非常にそう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 、あのなんていうんですか、帰りはお寿司ね、築地ですのでね、築地ブディストホールというところでなかなかね全部お店ですはできる、しかもエミリさんは映画でずっと活躍してらっしゃるっていうか、その映画が流れてるということで、これからもねあの私たちも応援していきますけれど、またねあの何かの形で出ていただいたりとか、ね、いろいろお願いすると思いますのでね、はいはい、ありがとうございます、人生の並木道でこのようなよろしくお願いいたします、光栄でございます、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、どうもどうも、じゃあ見てくださいね、見てくださいね、お願いします。